建物によってまた地盤によって非常に大きな被災を受けられた旅館さんもありました。もう数億円規模のですね被災という旅館さんもございましたが、完全復活とはまだいかないと思うんですけれども、被災の状況が甚だしい中でもですね、まあ、なんとか軌道に乗り始めたというところだというふうに理解しております。仙台市から車でおよそ30分、仙台の奥座敷秋保温泉。その起源はおよそ1500年ほど前に遡り、古くから親しまれています。震災では建物の被害が甚大で、現在もなお復旧作業に追われています。秋保温泉は大人数を収容できる旅館が立ち並び、また被災地までの利便性から震災後すぐに前線基地として機能しました。支援隊やボランティア、そして被災者の受け入れ、通常営業に戻り始めたのは昨年の秋頃だったそうです。そんな中、秋保の人たちが震災によって改めて気づかされた感謝の気持ちを話してくださいました。秋保で最も歴史のある旅館、伝承千年の宿左官。伊達政宗の石見御殿として栄えたゆかりの湯です。まあ、本当に被災したところの小学生の子どもたちがですね、いろんな僕に手紙をよくしてくれたとかですね、お風呂に入りに来ていただいたとかですね、たくさんあるんですが、中でも本当にまだ道路も整備されていない、ガソリンもないような状況の中ですね、たくさん元社員さんが来てくれて励ましていただいたのが何より一番嬉しかったですね。また今回の震災で、多分今まで温泉旅館に求めていたものっていうのはですね、微妙に変わってきているというふうに思いますので、皆様が癒しに来られる場としての、皆様への提供する、時間だとか、ものだとか、そういったものをもう一回見つめ直してですね、再度構築していきたいというふうに思っております。四季折々に美しい日本の情景を見せてくれるホテルニューミトヤ。湯あみは身も心ももみほぐしてくれます。皆様の応援がなければやはり被災地の復興はありえませんので、我々もやはりこうやって仕事できるのも、日本全国、宮城県をはじめですね、日本全国の方々、世界中の方々のおかげだと思っています。大変ありがとうございましたと申し上げたいと思います。かがり火の湯、緑水亭。その名の通り、お風呂はかがり火が焚かれ、ゆらりと揺れる光が特別な時間へと誘います。ここ緑水亭は建物の被害が最も甚大で、建物をつなぐ渡り廊下の床がすべて抜け落ちたそうです。3月11日にチェックインされたお客様、こちらで一晩お過ごしになったお客様がまたご予約をいただいて、あの時に対応してくださったことを本当感謝してますという、そういったお客様の言葉は本当に感謝で、です。やはり一番は原発問題がネックだと。震災前はですね、やはり中国、韓国、あとは台湾のお客様がいらっしゃいましたね。当館に関しましてはまだ復活のお客様はゼロですね。秋保温泉というのは政令指定都市にある温泉地として、やはり旅館一つ一つが大きい旅館が多いものですから、そこで味わえる贅沢な時間っていうのをこれからですね、皆様の生活の中にあってほしいなという、そういう思いですね。未だ風評被害が続く秋保温泉ですが、かつての活気を取り戻すため前に進んでいます。ぜひ秋保に足を運び、贅沢な時間を過ごしながら秋保の新たな魅力を発見してみてはいかがですか。